はい、皆さんこんにちは。今日は肝炎ウイルス検査や脂肪肝の体験エコーをしていただきまして、皆さんに肝臓のことを、ね、知っていただければということでこの企画を立てています。で今日お話はですね、肝臓を元気にすることで世界が救えるんじゃないかっていうようなね、壮大なテーマで話をするんですけども、まあ、簡単に言ってしまうと脂肪肝をどうやってやっつければいいのかなっていうことについてお話をしていきます。で大体時間1時間弱ぐらいなのでね、さっきも言いましたけどマスク苦しい方はもうどんどん外してください。私もマスクしてるとねちょっと不整脈出たりとかするのであまりつけれる方ではないので、まあ、基本的にはコロナの対策もかなり進んでますので、おかげで風邪やインフルエンザの方もねすごく減ってるという状況なので、まあ、そこは喜ばしい限りなんですけども、熱中症になって死んでしまう方もいますのでね、マスクはできるだけ本当に人とくっつくような時以外は外してもらって構わないというふうに考えてもらえればと思います。で今日はですね、したら早速医療講演の方を始めたいと思います。で私たち肝臓の専門医がしている診断というのは慢性肝炎、肝硬変、食道異常脈瘤、肝がん、こういったところをまずはメインに見てくるというのが専門医の仕事でした。なので脂肪肝っていうのはですね、あまり肝臓の専門医にとってはね馴染みがないって言ったらあれですけども、命に関わる病態を一生懸命見てきたので、そういった意味ではね今ちょっと過渡期に入っていて大変専門医の方もね食事だとか栄養指導というのを勉強しているような状況になります。で私たち肝がん検診団のスタッフがこの肝臓クリニック札幌というところで集まって医療機関としてやっています。皆さんにお配りしたティッシュがそのものなんですけども、まあ、こういった肝臓の専門のクリニックというのもなかなかなくてですね、ほとんど肝臓の患者さんしか来ないようなクリニックになってますので、まあ、脂肪肝対策についてもですね、本当にこれからの肝がんを減らすために必須だということで必死に取り組んでいますのでね、そういった意味では普通の内科の先生だとねちょっと痩せましょうよねくらいの説明で終わってしまうところも、その人その人に合わせて食事の話だとかっていうこともしていきますのでね、ぜひそんな医療機関として見といてほしいと思うんです。で肝臓の今日ウイルス検査 B 型肝炎 C 型肝炎のチェックもしてますけども、B 型肝炎は今和解って言ってね、肝炎訴訟が起こせる方についてはそういった書類の作成なんかも私たちのクリニックが積極的にやってますのでね、ぜひご相談くださいっていうことなんです。で肝がん検診団というこの団体はですね、実は肝臓がんの検診をしている団体になります。最初は1981年から始まった検診なんですけども、私が団長になって2007年から引き継いでます。そこから検診団という、ね、団体としてまとまりを作ったような状況になってますけども、全道各地、赤丸が昔回った地、青丸が、現在も回っている地区になります。土日を利用して、月1回ペースで回っているのでそんなにたくさんの場所は回れないんですけども、肝臓の専門医っていうのがですね、北海道は非常に少ないっていう現状があることから、できるだけ回ってですね、治療が必要な人たちを地元の先生たちにお願いして回るっていう活動をしています。今年はですね、こういったスケジュールで行ってますけども、コロナの影響で襟裳地区だとか新篠津地区は検診が中止になったりということはありますが、実はコロナよりも肝臓がんの方がはるかに日本人死んでるんですね。なので対策を肝臓がんの対策を遅らせればその分コロナ以上の方が死んでしまうという状況にあるものですから、私たち自身もコロナ対策しながら積極的に検診はしなきゃならないだろうということで活動を続けています。明日もですね滝川でやっていきますし、9月9日は岩見沢、上川地区だとかでもやってるんですね。こういった形で検診やってますし、札幌でも、夏と、2月の冬ですね実施してますので、もし肝臓気になる方いたらですね検診も進めてほしいと思います。でこの肝炎ウイルス検診どうしてしましょうしましょうと言ってるかというと、B 型や C 型の肝炎ウイルスは今治る時代に入ってきているんですね。なのでしっかり治せば肝臓がんにならなくて済むよっていう時代になっているもんですから、肝がんの原因の8割であるこのウイルス性肝炎をねまずはなくそうというところが日本ではね早急な対策になっているんです。一方で肝炎ウイルス検査、肝炎ウイルスを持っていない方の肝がんがどんどん今増えてきている、それが脂肪肝から脂肪肝炎になるという病態が一つあるんだということでね、今日もお話を続けていくんですね。で今日の講演の中では健康になるためにどうしたらいいか、あと脂肪肝に気をつける必要がなぜあるのかなども含めて話をしていきたいと思いますのでお付き合いください。でまずはじめに
健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなということを今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためにはまずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うっていうのが免疫力、治癒力を上げることにつながるんだよっていうことがね、分かってきてるんです。そして気持ちの持ち方も大事で、素直な心でいつも笑顔でありがたいありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすっていうことをしてると免疫力、治癒力が上がるんだよっていうことが分かってきてるんですね。そして病気のこと、勉強することも大事ですよって言うんですけども、病気のことって勉強していくとついつい悪くなるとどうなるのかなってことばっかりを調べがちなんですね。でも悪くなることばっかり調べるならね、勉強はやめてくださいって言ってですね、悪くなっても何かしら治療があって良くなった人もいるんだって、そういうことを知るためにね、勉強してくださいって言ってるんですね。そして、辛くなってくるとどうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でもこういうことを続けるとさらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしたので無理やりでもいいからいい方向に考えましょうよなんてね、言ったりもするんですけどね、こんなしんどい時に先生無理だわって言われちゃうんでね。で今脳科学っていう研究の分野ではね、いろんなことが分かってきてるんですけども、実は私たちの脳みそっていうのは誰かや何かに対して不満や愚痴思ったりするとですね、全部自分に言ってるって受け取ってしまうんだっていうことが分かってきてるんです。だから誰々のバカ野郎って言ったところで全部自分をね、バカ野郎呼ばわりしてしまってるってことなんで、そんなこと続けたら体にいいわけないですよね。だからどんなに嫌な人に出会ってもね、なんて素敵な人なんだろうって思えば自分を褒めてることになりますから、免疫力、治癒力が上がることになるんです。なのでね、そんなことをしていこうっていうことだけ、今日それ知っただけでもね、帰ってもいいぐらいなんですけど、もうちょっとね、話付き合ってほしいですね。で、私もですね、肝臓がんや肝がんの人たち、肝臓や肝硬変の人たちいっぱい見てきたら、やっぱり亡くなる人たくさんいるんですね。そうするとね、もうこんな治療するの嫌だななんて思ったりすることも繰り返しあって、気持ち切り替える方法がないかなっていろいろやったんです。で、このより楽しいことを思い出すってやるとね、結構気持ちが切り替えれたので患者さんに紹介してるんですけども、まあ、実際私がそんなに死んでる時に何を考えてるかって言いますと、まあ、見ての通りでかいですよね。だいたい体でかいと食べるのが大好き。私食べるのもね、回転寿司が大好きで、回転寿司の中でね、しめ鯖大好きなもんですから、しめ鯖食べてる自分の姿を思い出すとね、ニコニコして元気になれて、なんとも安い性格してるんですね。まあ、患者さん方はね、何がいいかなってやった時に60代70代の方多いので、お孫さんのことを思い出してみてって言うとね、大抵の方がニコニコするよね。いや、孫ってすごいなって思うんですけど、ここで大事なのはね、めんこいお孫さんを思い出すことでね、めんこくなくなったお孫さんはきっぱり忘れましょうって言うんですけど、それも先生無理だわってやっぱ言われちゃうので、まあ、趣味だったり旅行、カラオケ、いろんなことあると思うんですけども、自分で楽しいなって思えることを思い出して気持ち切り替えて過ごしてくださいっていうことを言っています。そして望ましいことを思いましょうっていうのも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてほしいってことなんですね。さっきの脳科学で話したように、自分と私たちの脳みそって結構単純に物事を受け取ってしまうので、病気にならないように、怪我をしないように、事故に遭わないようにしようって思ったらですね、頭の方では単純にね、病気になりたい、怪我をしたい、事故に遭いたいって受け取っちゃうんです。なんでそんなことしちゃうんだろうと思うんですけどね。なのでそれであれば最初から健康でいよう、元気でいようって思う方が、私たちの脳は心も体もそっちに向かわせるんだってことが分かってですね。だから、ああ風邪ひかないようにしなきゃなんて思っちゃうとですね、脳の方ではね、はい風邪ひきたいんですねって受け取ってしまいますから、それじゃダメなんでね、体がピンピン元気でいたいっていうことを思うっていうことが大事なんですよ。そして、まあ、最近はですね、日本人もがんの方増えてきてますから、がんになりたくない、がんになりたくないってね、思って生活する方増えてきてるんです。でもこれもね、さっきも言ったように脳の方ではがんになりたいんですねって受け取ってしまいますから、そうじゃなくて健康な体、健康な肝臓になりたいなって思うことが大事なんですよっていうことでね、覚えておいてほしいと思うんです。で、患者さんにはですね、何歳くらいまで行きたいですかとか、どうしたいですかなんてことを聞いたりもするんですけども、まあ、私自身はね、100歳ぐらいまでは生きてたいななんて思ってるので、まあ、患者さんにもですね、100歳目指していきましょうよっていう話をよくします。でもね、消費税も上がってね、年金も出ないかもしれないんだ先生ってね、こんなんで長生きしていいことあるかいって言われるんですけど、それも含めて良くなるって思ってね、頑張ってみんなで生きていかないと世の中良くならないから頑張りましょうよなんて話をするんですけどね、でも本当に先生100歳まで生きられると思ってるのって言われたらですね、
私も正直なのでね、分かりませんって答えるんですけども、ただね、可能だと思わない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人って世の中にいっぱいいるんだから諦める必要ないんですよって話をしています。まあ、医学の世界ではね、治らないって言われた病気が治るなんてことよく出てきてますけども、私が学生の頃はですね、もう 2,30 年前ですけども、インフルエンザの飲み薬なんて絶対できないって言われたんですよ。でも今ありますよね。肝臓がんもお腹切って取り出さなきゃ治せないよって言ってたのが、針で刺して焼くだとか、飲み薬でがん消えるよっていう人が出てきてるんです。だから長生きしたら明日だけもっともっといい治療で元気になる可能性あるんだから頑張っていきましょうよってね、そんなことを言ってるんですね。であと患者さんにおすすめしている本があってですね、これあのポジティブの教科書っていう本があります。これは武田双雲さんっていうあの書道家の方、若い方いますよね。あの方があの自分に会った人がその後戻ってきて、武田さんに会えて私幸せになりましたって言っていくんですっていう内容が書かれてるんですね。私も読み始めで、ね、この人なんか宗教でも始めなかったと思ったんですけども、あの手を変え品を変え気持ちをプラスに持っていく方法っていうのを紹介してるんです。でこの中で最初のところに書いてあるのが、幸せになる3つの基本として、幸せを与えること、幸せであることに気づくこと、幸せな言葉を発して幸せな態度を取るようにしているといろいろいいことが起きてきますよと。恩返しスタイルだとか感謝メガネっていうことをね、習慣化していきましょうよってことが書いてあるんです。まあ、恩返しスタイルっていうのは、先に感謝をして自分の気持ちが満たされることによっていいこと起きてきますよってやつですけども、感謝メガネっていうのはね、現代人はついつい荒探しメガネをかきがちなので、いいところ、感謝すべきものについて一生懸命考えていると気持ちが切り替えやすくなりますよ。まあね、こういった明かり一つとってもね、明るく照らしてくれてありがとうねなんて思うだけでも気持ちってこうプラスに向かいやすいんですよなんてことがね、紹介されています。だいたいこう本開くとですね、見開きで、一項目ぐらい読めるような、ちょうどね、あのトイレで一踏ん張りで読めるぐらいの長さになってますので、ぜひね、あの手に取って見てほしいと思うんです。もうかなりね、あの前に出てる本なので、中古屋さんとかでも結構手に入る本です。あともう一つ患者さんに勧めているのはね、この3日食べなきゃ7割治るってですね、今日お配りした資料にもね、この資料書いてありますけども、これはあの船瀬俊介さんっていう方が書いてる中身なんですけども、食事の量を少なくすると長生きにつながる、病気が治る、あと笑うことによって免疫力治癒力が上がってがんも治ったりしますよだとか、あとありがとうの言葉もいろんな意味でいいことありますよっていうようなことで、今日私が話しているような内容が結構書かれている本なんですけども、呼吸法だとか、あと筋肉のトレーニングなんかもですね、長生きには大事だということが書かれています。で筋トレもですね、結構ジムに行ってこうあの負荷をかけるような、ね、運動っていうのが運動だというふうに思われてますけども、実はこうやってこう手をギューって合わせるだとか、グーって手を握るだとか、足でちょっと力入れるだとか、そんなことでもね、筋肉って刺激を受けるんです。ですから動かなくてもできる運動っていうのをね、ぜひあの心がけてもらえれば、もうこんな自粛生活の中ではね、ほんとコマーシャル見ながらでもできるような運動っていうのをね、心がけていくだけでも健康につながりますのでね、ぜひやってみてほしいと思います。でこんな話ばっかりしてるとね、本当に肝臓の先生なんですかって聞かれるのでね、肝臓の話に戻るんですけども、あの肝臓を元気にが世界を救うってね、今日タイトルしてますけどもね、これするとね、よくまあでかく出たもんだと言われるんですけども、これね、あのふざけた話ではなくて、まあ、いろんな臓器元気にしていけばね、元気になるって皆さん分かるかと思うんですけども、肝臓の病気ってよく分類するとですね、生活習慣が原因で起こるものとそうでないものっていう分け方があります。まあ、生活習慣で有名なのはね、アルコール、お酒飲めば肝臓悪くするよって話なんですけども、最近はこの脂肪肝が増えてきていて、まあ、生活習慣病以外ではウイルス性の肝炎、まあ、B 型、C 型っていうのがとにかく国民の命を奪ってたので、大事な病気っていうようなことで分類されています。で、脂肪肝については、原因ったら何だろうねって言えば、食べ過ぎや運動不足、肥満やアルコールっていうことになるんです。なので現代人の方でね、これに当てはまらない人がいるのかぐらいにね、当てはまっている方結構いるんですよね。でこれ脂肪肝だけであれば本当は肝臓肝ができないって言われ続けてきたんですけども、今はこの NASH って言ってですね、非アルコール性の脂肪肝炎っていう病態が分かってきたんです。まあ、お酒飲まなくてもね、肝炎を起こすよと。でこれ1980年にアメリカの先生が報告したんですけども、1980年ぐらいだとね、日本人でこの病気で亡くなっている方ほとんどいなかったので、アメリカの病気だねなんてね、私たちも油断してたんですね。
でも2000年ぐらいから日本人の中にも、あら、もしかしたらこれじゃないのっていう方がどんどん出てきて、あ、これはやばいわってことで、今は学会でも一生懸命研究が進むようになりました。で、 B 型肝炎、C 型肝炎で治った方もこのウイルス肝炎、脂肪肝炎になりがちっていうことも分かってきてるので、これもですね、食事療法、運動療法しっかりしていかなきゃならないぞっていうことでね、見方が変わってきたんです。で、ウイルス性肝炎については ABCDE っていうような形でアルファベットで分類されてるんですけども、まあ、B 型と C 型がなぜ慢性肝炎、肝硬変、肝がんを起こすってことでね、大事な病気です。これは写真はですね、腹腔鏡って言って、お腹の中に空気入れてこう肝臓を見るやつなんですけども、左側がツルツルした正常な肝臓、右側がデコボコした肝硬変の肝臓になってます。ちょっと明るくて見づらいんですけどね、こういった病態にならないようにするっていうのが大事ですよ。あと、筋肉も大事ですよって話さっきちょっとしましたけども、今はですね、このサルコペニアっていう病態がね、いろんなところで注目されています。糖尿病の方にも多いようだとかね、いろんな病気に合併してくるんですけども、肝臓病の方にも出てきていて、筋肉をつけるようにするっていうのが寿命を伸ばすのに大事だってことが言われています。で、握力が比較的簡単に測れるので、男性であれば24キロ、女性であれば18キロ、これを超えてると長生きできるぞっていう話なんですね。だから筋肉を鍛えてできるだけ握力を維持しましょうっていうようなことも言われるんですけども、まあ、体全体の筋肉量を増やすことが大事なので、まあ、握力だけではありません。で、この26キロと18キロってね、実は簡単な項目で分かるのが、ペットボトルのね、蓋を開けるとき、開いてない蓋を開けれるのが26キロぐらい、開いてる蓋を開けれるのが18キロぐらいなんです。だからペットボトルの蓋開けれなくなったらちょっとやばいぞってことでね、まあ、筋肉鍛えなきゃってことで頑張ってみてほしいんですけど、結構ね、開けれなくなっている方いますので、ね、気をつけてほしいと思います。で、あともう一つ、肝臓がんについてなんで起こってくるのかっていう話をしたいと思うんですけども、肝臓がんは肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行する中で肝細胞が出てくるんですよっていうね、説明をよくするんですね。で、この肝がんの原因何かって言われれば、B 型や C 型のウイルス性肝炎が8割を占めているのが今の日本の現状なんです。だからこのウイルス肝炎をしっかりやっつければ8割型の肝がんがなくなるぞっていうことでね、今まではもう肝臓の専門医そっち一生懸命やってましたし、今日もこういった肝炎ウイルス検査ね、受けてもらいたいってやってるんです。でも残りの2割が今だんだんと増えてきています。B 型と C 型の肝がんが減るだけで比率が増えてるのかなと思ったら、実は数も増えてきてるってことが分かってきたので、次の肝がんの原因をしっかりやっつけなきゃならないだろうっていうのがね、今の専門医の頭の中に入っていることなんです。で、この B 型と C 型のウイルス性肝炎がなんで広がったのかっていうことでいけば、まあ、輸血で広がったようだとか、予防接種で広がったようだとか、医療行為で広がったんだよっていうことが実は分かってきています。昔はですね、入れ墨だとか覚醒剤だとかそういった悪いことしないと広がらないよみたいなことが言われてたんですけども、日本人の半分以上の方はね、こういったことで感染してるんだよっていうことで、まあ、B 型 C 型の肝炎の方は本当にね、医療の不手際でなってしまってる病態なんだよってことで覚えておいてほしいと思います。で、2009年に患者さん方が一生懸命頑張って肝炎対策基本法っていうのを作りました。で、この中では国の対策が不十分であったために肝炎の患者さんがこんだけ広がったから、国は自分たちでちゃんとお金出して対策取らなきゃならないんだということでね、今やってるんです。ですから B 型肝炎、 C 型肝炎の人が自分たちを自分たちでお金出すんじゃなくて、国が対策としてきちんとやらなきゃいけないんだよということもね、実は言われてるんですけども、この辺もだんだんとね、薄まってきてるかなと思うんですね。で、さっきも言ったように肝炎ウイルス検査を受けて B 型肝炎、 C 型肝炎見つけて治していきましょうということなんです。で、 B 型肝炎の治療もですね、進歩していて、昔は B 型肝炎というと一度かかったらもう治らないんだって言われてたんです。でも今70歳前後の方で自然と治ってきている方もいるぐらいなんですね。で、この肝炎の薬、飲み薬なんですけども、この飲み薬を飲むことによってウイルスが消えるだけじゃなくて S 抗原が陰性化して治った状態を作れる方が出てきています。まあ、飲む期間は10年20年ってかかるんですけども、今まではね、絶対治らないと言われた B 型肝炎、こうやって治る人が出てきてる時代なんだよということをね、知るだけでもね、肝炎の方喜んでくれますから、 B 型肝炎はもうダメなんだってこう思ってるような方でもですね、治ることがあるんだってことをぜひ覚えておいてほしいと思うんです。
で C 型肝炎はさらに進んでまして、飲み薬だけでね治っちゃうんですね。これも3ヶ月ははの2ヶ月8週間16、12週間薬飲むだけで治っちゃう時代になっています。昔はですね、インターフェロンっていう注射で本当に熱出たりね、うつになって自殺するような人がいるぐらいの辛い薬だったんですけども、今の飲み薬はね、ちょっと痒くなるかなとかね、ちょっとイライラするかなぐらいに済む方がほとんどで、副作用なしでいける方の方が多いぐらいで、それでいて薬の効果は90何パーセントということで、何回か治療すればほとんどの人が治ってしまうような、そんな薬になってますから、今 C 型肝炎が見つかっても安心だよっていうふうにね、伝えてあげてほしいなっていうふうに思うんです。もうインターフェロン時代にね、もう C 型肝炎の治療はいいわってことで諦めちゃってる人はね、こういった薬が出てることすら知らずに過ごしている方がまだいる状況なんでね、B 型肝炎も C 型肝炎も早く見つけてちゃんと対策取れば命に関わらなくて済む時代になってるんだってことで覚えておいてください。でここまで話してくると、まあ、肝炎が持続することで発生するっていうことからいくと、実は脂肪肝から起きる脂肪肝炎が持続することで肝臓がんができてくるっていう話もね、分かるかと思います。でこの脂肪肝どういった分類になっているかっていうと、今はアルコール性と非アルコール性っていう分け方をしています。まあでも皆さん考えれば分かるよね、要は口から吐けるもので肝炎が起きてるんだってことなんです。だから今後はですね、お酒だろうが食べ物だろうが関係ないよっていう話になってくると思うんですが、今はまだお酒とそうでないものっていう分け方をしています。でその中でも脂肪肝炎を起こしたものをナッシュっていうふうに言ってるんですね。今マスコミでもテレビとかで結構報道されるようになってたんで、ナッシュっていうのを知ってる方増えてきてますけども、脂肪肝炎、お酒を飲んでなくても炎症を起こす方がいる。で実際に脂肪肝どんな風に見えるのかっていうと、これ肝臓の細胞をねこうブズッと刺して取ってくるとですね、こんな風に見えるってやつなんですけども、左側が正常なやつ、 5% 以下の脂肪肝、 80% の脂肪肝ってなるとこういう白いポツポツしたところ、これに脂肪が溜まってるんです。中性脂肪が溜まるっていうふうによく説明するんですけども、まあ、こんな風に肝臓の中にいっぱい脂肪溜まっちゃえばね、肝臓も思うように働けないわってこう見ただけでも分かるかと思うんですけども、これに炎症が合わさるともっと大変なことになるよってことなんです。で今日皆さんに体験してもらった脂肪肝エコーっていうのは、このですね、肝臓と腎臓の部分を見てるんです。で脂肪肝になってくると肝臓の部分が白くなっていて、腎臓がちょっと黒っぽく見えて差が出るんですね。こういったところでチェックしています。なので今日は肝臓が白っぽく見えた方々が脂肪肝の疑いがありますということが言われています。でただ簡易検査ではね、そこの確定診断まではできないので、きちんと血液検査だとか病院に置いてあるようなしっかりしたエコーの機械でチェックしてもらう必要がありますよと。あともう一つですね、皆さんに知っておいてほしいのが ALT っていう肝臓の数値、普通は40前後ぐらいで正常ですよって分けてる数字なんですが、実は脂肪肝じゃない人たちは男性であれば25、女性であれば17ぐらいまでしかないんです。なのでこの数字を超えた方は実は脂肪肝になっている可能性があるんだってことが分かったのね。じゃあ今まででやってた正常値って何だったのさっていう話になるんですけども、実は昔は脂肪肝って病気じゃなかったので、脂肪肝の方も含めてみんなこう血液検査で正常値って決めてたのね。だから本当にこう脂肪肝の人たちしっかり治療していくと、この数字大体20前後ぐらいまで良くなっちゃいますから、いかに普通で大丈夫って言ってた人でね、人たちの中に脂肪肝が隠れてるのかっていうことが分かってきたんです。で実際に脂肪肝を分類していくと、約7割に脂肪肝、肥満を伴っているっていうことが分かります。まあ、皆さんもね、太ってれば脂肪肝でしょって分かるかと思うんですけども、実はこれ逆に言うと3割は肥満じゃないんですよ。ですから痩せた方にも脂肪肝がいる、これがね非常にやらしいところでね、日本人はですね、実は燃費がいい民族で糖尿病も痩せてる人がなってる人結構いるんです。つまり、食べ物がなくなった時に溜め込む力がすごくある民族なんで、食糧難の時には絶対生き残れる、まあ、日本人はねもう、まあ、食糧危機になったら絶対生き残る民族なんですけども、逆に食べるものがいっぱいあるとね、溜め込みすぎて病気になって死んでしまうんで、なんともね、日本人にとってはね、過ごしづらい、そういった環境になってるんだってことをね、皆さんに知っといてほしい。だから痩せてれば私大丈夫っていうね、思ってしまう方結構いるんですけども、そうじゃないよと。チェックした上で大丈夫かどうかを確認する必要があるんだよってことでね、覚えておいてほしいですね。で、
まあ、普通の脂肪肝ほっといたらどうなるかっていうと、今まで言ってるように肝炎、脂肪肝炎を起こして肝硬変を起こして肝臓がんを起こしてっていうことで悪化していくっていうことが分かってきたね。だからまあ大体1000人に1人ぐらいが年間に肝がんになるとは言われてますけども、普通元気な肝臓ってほとんど肝臓ができないんです。ですからこれが何百万人ってなるとね、たくさんの肝がんの方が出てくるんだっていうことで、この肝がんの対策を今急がねばならないっていうことでやってるんです。B 型肝炎や C 型肝炎、最初の頃はですね、肝がんなかったんで、肝炎大変だ大変だって言ってたのが、もう 2,30 年経ってからがんの人がドーッと出てきて、あ、これは大変なことだったんだということで分かったので、今もこの脂肪肝炎の人たちをほっとけば 2,30 年後に肝がんの人たちがいっぱい出てしまうということでね、もうとにかく肝炎になる前の脂肪肝の段階でしっかり良くしなきゃならないということで取り組んでいます。で、肝がんだけじゃなくて、実は脂肪肝自体いろんな病気を高めるということが分かってきています。まあ、これ肥満のね、分類になったら持ってきてますけども、まあ、糖尿病だとか高血圧だとか高尿酸血症、痛風ですね、心臓だとか脳にも病気を起こしてしまうよっていうことで、がん以外にもいろんな体の病気を起こしてしまうので命に関わる。で、去年ですね、 NHK スペシャルで報道あったんですけども、実は全身のがんが増えるって方も脂肪肝の方が多くなってきてるよと。脂肪肝があるだけで、え、がん？肝臓がんじゃないの？違う、食道がんだとか肺がんだとか他のがんも増えてるんだよってことが分かってきた。これは何でかっていうとですね、実は肝臓の中では免疫を調節する働きっていうのをたくさん持ってるんです。だから免疫力を高めてがんを一生懸命やっつけてくれてる肝臓が脂肪肝だとか肝炎を起こして元気なくなると、そんながんのことまでほっと構ってられなくなって自分の肝臓のことになってしまうとね、結局はがん細胞をやっつける力がなくなってしまうということなんです。ですから肝臓を元気にしておかないと他のがんでも死んじゃうよということが分かってきましたし、脳卒中だけじゃなくて認知症、アルツハイマー病なんかもですね、増えてくるよということが分かってきているんです。この辺はですね、私たち専門医もね、そこまでだとは思ってなかったので、これが出てきたのでもうね、肝臓を元気にすることが本当に世界を救うぐらいの価値があるんだなということでね、お話しするようになってきたんですね。で、肝臓を元気にするコツ、まあ、これ脂肪肝対策ということでここから話を始めていくんですけども、まあ、これですね、私実は痩せるコツでね、話をしようかなと思って一生懸命やってきたんですけども、まあ、これ私の医者としての経験と自分の実践の中から見出してきたものでね、栄養指導で痩せる人と痩せない人って言えば自分は痩せない人だよね。なんでかって、だって続けられない、我慢することが多すぎます。できる患者さんは偉いなって本気で思います。なので、まあ、栄養指導してね、痩せてもらうのは諦めてました。まあ、医者なのでね、一度や二度は勧めてね、できる人はまあいいかなっていうことでやる話するんだけど、自分だってできないしなと思ったら、なかなかこう後ろ髪引かれる思いだったね。で、診察室でね、患者さんと話して分かりました、じゃあ頑張りますってね、診察室元気よく出てくるんですね。そしたら出てた先でね、看護さんにね、先生には言われたくないよねとかね先生がうまくいったら痩せ薬私にも使ってねとか、そんなこと言われたらだんだん私も切なくなってきてね、まあそれで自分ができる方法が見つかったらみんなに勧めようと思っていろいろやってたんです。そしたらですね、うまく体重が減り始めて、もっと体にいい方法でやってる先生いないかなって調べていったらですね、食材にこだわったダイエット法でね、原始人食パレオダイエットっていうのを紹介している先生がいたんでね。で、これ佐喜谷先生っていう先生が一生懸命翻訳して本作ってやってくれてるんですよ。原始人食ダイエットっていうとね、お、生で肉食うのかいという人いますけども、そうじゃなくて原始人の時代の食材っていうのが人間にとっていい食材だったんだよっていうことをね、紹介していて、まあ、炭水化物抜きダイエットには似てるんだけども、炭水化物もしっかり取りましょうっていうことが書かれているダイエットなんです。で、これ私初めてですね、大体8キロぐらい痩せたんですけども、この顔写真だとよくわかんないって言われるんで、この体の写真見るとね、右と左でこう痩せてるのが分かるんです。これはですね、大体ね、23キロぐらい痩せた時の写真なんですね。で、食事療法をしっかりやっていくと、あ、痩せれるんだって私も自分でびっくりしたんですけども、で、これね、血液検査でもちゃんと出たんです。まあ、医療機関必ず検診しますからね。この赤かったところ、私実はね、脂肪肝とコレステロール高かったんですね。で、これね、しっかりと黒くなって正常値になってるね。あ、こんな食事療法だけでこんなに良くなっちゃうんだ、ね、ちゃんと食事の中身を気をつけてやる食事療法って薬以上の効果があるんだなってことで自分もびっくりしたんだね。
で、これやばいなってちょっと思ったのが、あ、薬が売れなくなってしまう。医療機関にとっては薬売れないって結構収入ガンと下がりますから、ちょっと大変なことなんですけど、でもこうやってこう良くなって定期検査に来てくれる人で稼げばなんとかなるかなってことで、今ね一生懸命みんなに頑張って良くなってもらおうということでやってますので、なるべくお薬飲まないでやれる方法を今はね一生懸命やってます。でこのコツ簡単なんですって一応書いてはいるんですけども、魚と肉と野菜と果物を食べるようにするっていうことをやってれば大丈夫ですよってことなんですね。これね、逆に言うとご飯とパンと麺は食べなくていいですよって話になるんですけど、さっきの脳科学の話と同じで、ご飯とパンと麺食べないようにしようと思ったら脳の方ではご飯とパンと麺食べましょうねに変わっちゃいますから、そうじゃなくて魚と肉と野菜と果物を取るようにすればいいんだっていうふうにね思ってほしいと思うんです。でこれね、私もね腹いっぱい食べてれば何でも太るべやと思ってたんで、魚と肉と野菜と果物で、ね、腹いっぱい食べるのやったんですね。そしたらね体重増えなくてねびっくりしました。でも逆に痩せるもしなかったんですけどね、でもご飯と食べてれば確実に太るような量をガンガン食べても太らなかったんでね、あこれ本当かもと思ってこう真剣にやるようになったんでね。でこれもっと簡単にやろうと思ったらね、卵を食べてくださいね。卵自体がすごく栄養価が高いので、その代わりにご飯とパンと麺と引き換えてください。朝のパン1枚と卵2個っていうのを交換するだけで結構ね痩せれるんですよ。これね、まあ、それでも痩せれない人は2回やってみようとか3回やってみようとかやっていくんですけども、だいたいねこれやるだけでね痩せれる人いますのでびっくりしますし、血液検査はね痩せなくても良くなるんですね。卵1個は結構いるんですけど、卵2個食べてる人ってなかなかいないんですよ。2個以上食べた人ね結構良くなる方います。でコレステロール高くなる方は何を食べても高くなるんで、卵食べても高くなるんですが、実は卵自体はねコレステロール下げる働きに向くってことも分かってきてるんです。で筋肉を増やすロイシンっていうアミノ酸も豊富に含んでいるので、卵をたくさん食べながら痩せるっていうのは実は筋肉をなるべく落とさないで痩せられる方法だってこともね分かってきたね。でこれ絶対食べちゃいけないものっていうのは人工甘味料だとか添加物が多い食べ物、これはなるべく避けてほしいってことで言ってます。人工甘味料もね実はカロリーゼロって言われてるからなんとなく体にいい感じっていうことで、ね、普及したんですけども、最近はですね実はがん増やしてるかもしれないようだとか他の病気になりやすくなってるかもしれないよっていうデータが出てきたので、人工甘味料を使うぐらいだったら普通の砂糖を使ってた方がいいんじゃないかなということでね、まあ、もちろん何でも取りすぎちゃダメですけどね、きちんとそういったところもね理解した上でやってほしいなって話をしています。あと、まあ、私たち日本人は緑茶好きな人多いですし、コーヒーもね多い好きな方増えてきています。それぞれねいいところがあるということが分かってます。緑茶についてはね腸内細菌を整える働きがあるようだとか、コーヒーについては脂肪肝の発生を抑制するようだとか肝臓がんできづらくするようなんて話も出てきています。ただねこういった食材気をつけなきゃいけないのはね、コーヒー嫌いだけども肝臓にいいから飲もうだとか、緑茶嫌いだけども腸内細菌にいいから飲もうだとかっていうのはしないでください。基本的には自分が好きな食べ物がこんな風にいいことがあるんだってことがね大事ですから、嫌いなものを食べて健康にしようとすると結構ね打ち消ししたりしますから、気持ちもすごく大事ですからね、自分が好きなものがそういう効果があるんだってことでね知ってほしいと思います。あとですね、今日配った資料にこのおすすめの食材っていうのをね書いてます。まあ、魚と肉と野菜と果物が入ってるんですけども、この青い字の部分がですね実は佐久谷先生が本書いた時には違う解釈をしてた部分なんですけども、不飽和脂肪酸をたくさん取りましょうってよく言うんですね。これ不飽和脂肪酸というのはオリーブだとかエゴマだとかアマニ油、今結構テレビで取りましょう取りましょうって言われてる油なんですけど、実はねこれもしかしたら良くないかもしれないっていう論文が今出てきています。なので油はコップで飲むとかっていうことじゃなくて調理で使うってことであればバランスよく取れますから、ドレッシングだとかで使うだとかぐらいであればね構わないので、あまりこう体にいいからってごくごく飲むとかっていう使い方はしない方がいいでしょう。あとバターやチーズなんかもですね、昔は動脈硬化を進めるよって言ってたんですけど、実は体にいい油だとかタンパク質源だよってことが分かってきたので、この辺もね使ってていいのかなっていう話になってます。で卵がおすすめって話がね結構びっくりされるので、ここでちょっともう一回話をするんですけども、卵はですね実は2015年から食べてもコレステロールには関係ないよって話が分かったんです。だからアメリカでも日本でもね今卵のコレステロール制限は、ね、しなくなったんですけども、でもまだまだね栄養士さんも先生もね卵ダメだよって覚えてる先生多いので、もしね
あ、卵でコレステロール下がるですねなんて言ってね、本当バカじゃないのって先生まだ言いますから、そういう先生に出会った時はね、そうですよねって話を合わせてください。戦っても勝てませんからね。でそのうち先生もね、5年10年経ったらね、卵いいんだってさっていう話してますから、あのそういったことでね、そこを合わせてほしいと思うんですけども、これね、あのガンだとか認知症だとかのね、予防にもいいだとか、骨や血管を若返らせるだとかってこともどんどん分かってきてるね。でさっきも言ったように筋肉を増やすアミノ酸も多いということで、まあ、卵が散々悪者にされてたので、こんだけいいよって話をするためにはね、かなりの研究した分析したはずなんですね。だからそう簡単にこれはね、ひっくり返らないと思いますから、信じていいんじゃないかなって今進めてるんです。で卵はですね、あのいろんなサイズあるんですけども、どうせ食べるんであればね、 M サイズだとかにしてください。 L サイズはね、黄身の大きさ変わらなくて白身だけ多いので、黄身がなんせ栄養豊富ですから、黄身の多いものを取りましょう。なので M サイズの方が安いんであれば M サイズを取った方がお得です。でアミノ酸もですね、卵3個食べるとね、肝臓のお薬に匹敵する量になってるってことも分かってるんですね。でこういったあの日本養鶏協会の人たちもね、いっぱいこう資料作ってて、たくさん栄養ありますよって話をねしてます。ただ卵にはですね、含まれてない栄養素がビタミン C、 あと食物繊維が含まれてませんので、これはね、野菜や果物を取ってちゃんと補給すればいい話です。だから卵と野菜の組み合わせがとってもいいんだよっていうことなんですね。で卵でコレステロールがなんで大丈夫なのっていうことをちょっと強調してるんですけども、実はオレイン酸がたくさん含まれています。オレイン酸はオリーブ油に含まれていて、コレステロール下げるよって注目されている、ね、脂肪酸ですけども、もう一つですね、卵には不飽和脂肪酸が多いんだけども、ミリシチン酸っていうのがほとんどないおかげでコレステロールが上がらない油だってことが分かってるんです。昔はね、油であれば全部コレステロール上げるんだっていう分類をされてたので、卵はすっかり悪者にされてたんだけども、その油の中でもコレステロール上げるものと上げないものがあるんだってことが分かってきて、牛肉だとか豚肉の油は上げる油なんですよ。でも卵はそうじゃないということが分かってきたのでね、これもですね、あの安心して食べられる証拠になったのでね。あともう一つ、血管を柔らかくする、これはレシチンっていう、ね、物質がいっぱい入っているので、血管を柔らかくしてくれますよ、細胞膜をしなやかにしますよなんてことが言われていて、このレシチン実は脳の方の伝達物質を、ね、作る働きもあるので、脳の働きを良くするなんてことも、ね、期待されているんです。ですから卵を食べると結構いろんないいことがあるんだってことが分かってきてるのでね、ぜひあの加えてほしいと思います。で私もですね、今患者さんに2個卵を食べましょうって話をしてるので、この2個玉療法っていうのでね、いろんなところで雑誌に取り上げてもらってます。まあ、うちのクリニックにね、あのいろんな本を置いてあるんですけども、こういったあの雑誌でね取り上げてくれると広告料取られないのでね、すごく助かるんですけどね、あのいろんな方法、ただね、卵2個って言ってるおかげで時々勘違いして、いつも食べてるご飯の量にそのまま卵2個ってねしてしまう方います。そうすると要は食べ過ぎになりますから、結局は太りますのでね、あのご飯と卵を取り替えるんだってことをね忘れないでおいてください。でお腹空いてきたらですね、私はこのなめたけ納豆なんかもいいですよってお勧めしています。まあ、納豆ってついついご飯にかけると思うんですけども、ご飯にかけないで食べられる納豆の味付けにすればね、納豆だけでも食べれるんで、なめたけ 50g と卵3パックだとちょうどいい塩味で美味しく食べれます。まあ、これに卵入れればね、もっといい話なんですよね。でも納豆3パック、先生それは無理ですわって言われる患者さん多いですから、そこは適宜あの量を調節してやってみてください。まあ、こんな風にね、いろんなレシピをあの編み出しながらやっていくとね、楽しくなってくるので、ぜひチャレンジしてほしいなって思うんですね。でこの食事療法やっていくと食べる量が減ってきます。私もですね、1日3食食べてたんですけど、今は1日1食になってるんです。夜ご飯しか食べてないんです。今日もだから朝と昼食べないでね、最初の頃はね、あの私も医者なので3食食べましょう、朝もちゃんと食べて昼もちゃんと食べないとダメですよなんて言ってたんですけど、でもこれやっていくとね、お腹が減らなくなっていって、あら朝食べなくても大丈夫かなってやってみたら、あら大丈夫だわ、昼も食べないで、あら大丈夫だわってなってきたので、今は1食で全然安心してやってますけども、今3食食べてる人が急に1食しても絶対無理ですからね。あのフラフラして大変お腹空きますから、そうやってやっていくうちにだんだんね、食べ物が減るんです。で、その3食を1食にしてるのも、1食の量をすごい食べてるんじゃないかなって思うかもしれないですけど、実はね、普通の量でお腹がいっぱいになるようになるんですよ。ってことは、食費が浮くんですね。まあ、うちの妻は喜んでますよね。あ、まあその分ちょっとね、その夕食贅沢にしたいなと思うんですけどね、まあ、そこはあんまり変わらないんでね、まあ、今後も主婦としてはね、いろんなところあると思うんですけどね、そんな風にやっていきます。
あと食べた方がいいものを持ってほしいっていうのはですね、さっきも言ったようにご飯とパッと麺ダメだよってやるとそれ食べたくなってしまいますから、魚と肉と野菜と果物、スーパー行ってもね、これ食べられる、あれ食べられるっていうので探していってほしいと思います。で最初はですね、守るのは8割にして2割は破るぐらいの気持ちでやってください。もうね、 100% やろうとしたらもう最初から無理っていう人結構いますので、あの平日頑張ったら週末は好きなものを食べるんだってやってね、私もだから回転寿司行ったりね、バイキングとか週末行くようにしてたんですけども、まあ、そのうちね、あのそういったバイキングとか行っても食材として原始人食に近いね、卵が料理を中心に食べるだとかっていうのができるようになってくると、意外とね、あのどこでも普通に食べれるようになってきますから、ぜひそんな風にやってみてください。でこの食事療法の目的はね、痩せるっていうことが本来の目的ではなくて、小腸の働きを良くしたり免疫力のバランスを強化したりってことで、まあ、認知症の予防だとかがんの予防、いろんな病気の予防につながる食事だよっていうことでね、紹介されています。まあいろんな食事療法、玄米だとか菜食だとかもありますから、共通している部分がきっとね、いろいろあるんだと思いますからね、自分の体に合った方法を見つけるっていう意味でね、ぜひこの方法も試してみてほしいと思うんです。あと繰り返しになるんですけども、外食は緩めるときにしてしっかり楽しんで食べてください。あの外食行ったときにね、メニューに今カロリーいっぱい書いてありますからね、はあ、これ食べたら食べ過ぎだよなとかってやってたら、ね、何も楽しくないですから、家族だとか友達で行くときは楽しむ、食事は楽しむことで本当にいい栄養になりますからね、楽しんでその前後で頑張ればいいです、ね、だからぜひね、まあ、もちろん卵体にいいからって友達に卵を食べさせるっていう手もありますけども、なかなかね、あのみんなでスイーツ食べるとかってそうもいかないのでね、そういったところもうまくやっていってほしいと思います。でこれ実際にやってくれた患者さんはですね、140とか肝臓の数字高くなってた人だったんですけども、30前後までしっかり下がりました。これね、最初体重減らなかったんですけども、体重も減り始めて数字もドーッと下がり始めたんですね。なので最初体重減らないからって諦めるんじゃなくて、続けていくうちにだんだん減ってくる人もいますから、こんな風にですね、食べ物だけでしっかり良くすることもできるっていう人がね、増えてきてます。でいろんな方法を試してくださいっていうことになるんですけども、まあ、これね、さっきも言ったように玄米だとか菜食だとかもね、いろんないい方法、いい面がありますので、全部がいい悪いって極端なものではなくてね、自分に合った方法をいろいろ組み合わせながらやっていってほしいと思うんです。で、ぜひね、目指してください。私はですね、最高25キロ痩せて、今25キロ痩せている状態なんですけども、まあ、結構緩んで、また増えたりとかもするんですけどもね、頑張って緩めて、頑張って緩めてってやるうちに、だんだんと体重が減ってくれて、今の状態になっています。あと、皆さんにお勧めしたいのが、この野菜スープですね。この資料の中にも書いてあるんですけども、これはですね、東京の肝臓の先生なんですが、高橋先生という先生がお勧めしているスープです。まあ、野菜って体にいいんだけども、どこのスーパーでも手に入る野菜で美味しいスープが作れる組み合わせを作りたかったって言ってね、このキャベツと玉ねぎと人参とかぼちゃをやると結構ね、甘くて美味しいスープができます。まあ、人によって好き嫌いあれば野菜足したり引いたりしてもちろんいいんですけども、味付けなるべくしないでねって書いてあったんですけどもね、味付けしないと食べれないっていうのも結構いますから、味噌汁だとかコンソメだとか自分のね味付けして構いませんので、とにかく野菜をたくさん摂って卵もたくさん摂るっていうことをしていけば体にいいことが起きてくるからねっていうことでやってほしいんです。まあ、野菜自体はね、いい働きいっぱいありますよね。がんの予防だとか認知症の予防だとかもね、当たり前のようにありますから、こんな風にして野菜をたくさん食べてください。あともう一つ進めてるのがね、アーシングって言って静電気を体から逃がすっていうことを意識して暮らしてみてほしいって言ってるんです。これアメリカでは結構ね、研究進んでるんですけども、日本だとあんまり言われてないんですね。まあ、日本の医療はどうしても薬売る方が中心なので、こうやって1回紹介して終わってしまうようなものはあまり持続性がないってことで進められないんですけども、まあ、これアースするっていうことが大事で、まあ電子レンジだとか洗濯機のところにアースがあるんで、そこ触ってればもちろんいいんですけども、そこにずっと触ってるわけにもいかないので、そこからこうケーブルでね、線伸ばして電気逃がすっていうやり方を紹介してます。これリラクリフェさんっていうね、業者さんが非常に良心的です。下手に調べると結構ぼったくりの価格でね、売ってるところもいっぱいありますので、まあ、うちのクリニックではアマゾンで買ってるような電動マットなんか使ってますけどね、より効果的なのはこれだって言ってます。で血液サラサラの薬飲んでる方はね、薬が効きすぎることがあるらしいので、そういった方はお医者さんと相談しながらやってみてください。でこれよく眠れるようになったりだとか、腰痛だとか頭痛が楽になったりだとかっていう方もいます。まあ、私も寝不足で頭痛い時にこれやったりとかすると結構楽になったりとかしますので、まあ順には順に必ず効くっていうもんでもないのでね、自分の体に合ってるもんであれば続けていくんだぐらいのね気持ちでやってくれたらと思います。
で、モネターといろんな話してきました。健康になるために、楽しいことを思いましょうだとかね、あと肝臓が元気には世界を救うっていうね、大きなタイトル出ましたけども、まあ、この話をですね、ぜひ皆さんに覚えてもらって、頑張っていただければと思います。で、今日もですね、脂肪肝の方結構いたんですけども、肝臓の専門医のいるところぜひね受診してやっててほしいんです。ただ専門医もですね、さっきも言ったように脂肪肝あんまり大したことないよっていうふうに思う先生もまだいますので、しっかりとね、頑張ってる先生のところにつながるようにしてほしいと思います。それではですね、歌を聴いてくださいということで歌の時間に入るんですけども、私歌を作ってましてね、今日もちょっと時間があまりないんであれなんですけども、このまずは一歩っていう曲をですね、皆さんに紹介して、今日の資料には多分ないと思いますよね。今度は寺川です。食事療法するにしても何してもね、まずはやってみましょうよなんて気持ちで作った曲なので、ぜひ聴いてみてください。ぜひね、歌える方一緒に歌ってください。こんな感じでいきます。また明るい歌声に、いいですね。はい、じゃあ本番ですよ。また明るい歌声に、流れは消える、花も咲く、さよなら。
い我らに鐘が鳴る。はい、どうもご協力ありがとうございました。今日やった講演会の方は動画でインターネット、YouTube なんかでもアップしてますのでね、ぜひ可能であればご覧になってください。で、皆さん楽しく過ごして免疫力、治癒力を上げて過ごしてください。じゃあ今日はこれでおしまいになります。どうもありがとうございました。質問一ついいですかね。質問一ついいですか。はい、どうぞ。あの卵っていろいろ食べ方が3種類ぐらいあったと思うんですけど、はい、生卵かゆで卵か生だと結構ね素通りしてしまうのがあるらしいので、熱加えてくれればいいってことにしてます。生はどうですか。生だとね結構栄養逃げちゃうらしいので、せっかく食べるなら熱加えた方が得ですよって。半熟が一番いいそうです。わかりました。ありがとうございました。はい、どうも、下の皆さん気をつけて帰ってくださいね。